Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops step dancing on the roof. It's like they're calling out. Don't lose your youth, cause I can stay inside. 皆さんこんにちは。アロハ。ハワイ在住18年の南です。いつもご視聴ありがとうございます。フィンランドに住む娘が赤ちゃんを連れて里帰り編も今日がいよいよ最終回。前回の動画では大好きなテディーズバーガーを食べて、米軍専用のスーパーマーケットでお買い物をして、そしてエレナちゃんの1歳の誕生日をクックバーひとみさんのケーキでお祝いしました。今日はステイケーションということで、娘たちにワイキキのホテルを一泊プレゼント。ハワイで素敵な思い出を作ってもらいましょう。ワイキキビーチが目の前にあるマリオットホテルは、ワイキキの3大ホテル、ヒルトンハワイアンビレッジ、シェラトンワイキキと並んでの大型リゾートホテル。パンデミック中に全面改装してとっても綺麗になりました。ワイキキビーチマリオットではリゾートフィーの中にご到着時のレイサービスが含まれています。お花のレイか貝殻のレイか、どちらか選ぶことができます。レイをもらったらアロハのオブジェで記念撮影です。インスタスポットになっているそうですよ。かわいい、お写真撮る。クリームがある。ラナイへ出るとダイヤモンドヘッドが一望できます。左側にはマウンテンビュー。きっと夜景が綺麗なはずです。そして右側にはオーシャンビュー。なんとも贅沢なお部屋です。マリオットホテルでは SDGs に取り組んでいるので、バスアメニティを備え付けのものにしています。イギリスのブランドディスワークス、天然素材を使用しています。ベッド1台の部屋はバスタブはありませんが、ベッド2台の部屋には日本人観光客のためにバスタブとウォシュレットがあるそうです。とっても広くて可愛らしい客室です。ジェニーとアレックがそれぞれ自分の SNS 用に記念撮影してますよ。エレナちゃんもとっても気持ちよさそう。こちらは新しくできた3階のファミリープール。サンセットタイムの眺めが素晴らしいです。
もやもやサマーズでも何度も紹介された出雲大社ハワイ、フィンランドでの家族の健康と幸せをお祈りしたようです。こちらは各種お守りやお札が売っています。私は水回りのトラブルが多いので、ウォーターセーフティーのお守りをバスルームに置いています。不思議とトラブルがなくなりました。リルキューティーのミワちゃんからノーレインノーレインボーです。ありがとう。頑張ってねってフィンランドで、ジェニー頑張るんだよ、頑張るんだよ、フィンランドに会いに行くからね。エレナちゃん、アレックバイ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 。ジェニー泣かないの？泣かない。なんで泣かないの？着いたら連絡してね。バイバイ。気をつけてね。今日の動画はいかがでしたか？3週にわたっての娘の里帰り編でしたが、ハワイ情報を交えながらお届けいたしました。これからもバラエティに富んだ動画を作っていきたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、そして皆さんのコメントを待ってます。また次回の動画でお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。Have a nice weekend! マッハロー！バイバイ！